どうも皆さん、一流高等紋章使いの龍です。さあ本日なんですが、紋章銃デッキですね、こちらご紹介していきましょう。新パックで登場したテーマ、紋章銃ね、潜在能力すごいんですよ。展開力結構ありましてですね、元々の紋章銃デッキっていうのはトロンっていうね、あの JR のキャラクターがいて、あの 34V っていうキャラクターのお父さんなんですけど、これ新パックでほとんど実装になったんで、紋章銃多分ですね、トロンキャラクター化はねありませんね多分ありません、ちょっと悲しいお知らせなんですけれども、この紋章銃デッキはね、これがめちゃくちゃ強いです。このハイメダリオンアークスっていうね、このカード、自分の墓地の紋章銃と名の付いたモンスター2体を選択し、選択した2体を特殊召喚した後にその2体のみを、素材としてエクシーズモンスター1体をエクシーズ召喚する。これ特に縛りないんですよ。だから何に出してもいいんですよね。で、紋章銃っていうのは基本的にランク4のテーマ、レベル4が多いので、まあ、ランク4出していくことになるんですけども、現状そこまでそんなにね、ぶっ壊れランク4はいないんですよ。ぶっ壊れランク4はいないんだけども、これ後々ランク4ってぶっ壊れ出すんですよ、基本的に。そうだった時、このカードめちゃくちゃ強いと思います。多分なんかその規制まで見えるレベルでめっちゃ強いと思う、このカードで。ハイメダリオンアーツで今日は、まあしょうがない強いランク4いないんだけども、まあある程度ね、そこそこのあのモンスターは追加されてますんで、この辺のモンスター出していって、それで嫌いますね。で、パワーがね、この紋章銃だけだととりあえずあの罠とか積んでいかないといけなくなっちゃうので、ちょっと若干そのなんだろうな、罠びみたいな感じになっちゃうので、ちょっとなって思って、今日は豪快にねワンキルするデッキにしてきました。どうやってやっていくかっていうと、これ例えば紋章銃レオとかが、これどっから墓地へ送られても紋章銃持ってこれるんですよ。まあ、対地あるんですけど、あの名称対地がねあるんですけど、例えばだからライトロードの援軍とかストライクチェンジとかで落としても、持ってこれるんですよね、あの紋章銃を。で、このアンフィスバイナっていうやつが、特殊召喚できるモンスターで、手札から紋章銃墓地を送ると特殊召喚できるようで、さらに一旦に一度手札から紋章銃捨てると打点800アップするよっていうね、こういうことを持ってるんで、この辺でどんどんその墓地にね紋章銃を肥やしていって、で、ハイメダリオンアーツを、まあ、ぶち込んでいくと。で、その前のね、あの妨害、あの要はこの辺のカードをタッチで展開していく前の妨害はもうライトロードに任せます。例えばルミナスライデンで、まあ、ブラックローズするなり、エヴァリー立てるなり、先行だったらね、ミカエルするなり、この辺でちゃんと相手の妨害を踏んで、でその後にハイメダリオンアーツでエクシーズモンスター立てて殴っていくっていう、まあ、そんな感じのね、デッキになります。で、一番美しい動きはライトロードムーブしてブラックローズで全部吹き飛ばしてから、ハイメダリオンアーツで墓地からエクシーズしてガガザムライとかね、この辺のモンスター出してぶん殴っていくっていうね、まあ、こういうのが理想ムーブになってます。で、このハイメダリオンアーツがめっちゃ強いんで、悪夢の章っていうね、これちょっと修正あったんですけども、多分もう文章変わってないんだけど、変わってんのかな、変わってね、墓地に魔法カードが3種類以上ある場合は1枚ランダムで手札に加えて手札を1枚で戻すよっていうスキルなんで、これでハイメダリオンアーツとか、まあ、援軍とかストライク真珠を回収して、まあ、戦っていくみたいな感じになります。動き方は、見ていただければと思いますので、早速ね、紋章銃ライトロードワンキル決めていきましょう。デュエルスタンバイ。あ、強い、勝った、完全に勝った、これは完全に勝った。待って、神が俺に与えた最強ハンド、最強紋章銃ハンド、紋章銃2枚しかないけど、ゴブリンドバーグキャバルリーか、いいだろう、キャバルリーぐらいどうとでもなる、ちげえのかい、誰やお前、ミヤズカサの方か、これなんか別に何もないぞ、これ今エクシーズかランク4か、そんなクソダコモンスターが俺の前で通用してると思ってるのか、ユーマ、さあ行くぞ、分からせちゃうぞ、私セッ、いいだろう、そんな貧弱盤面で私には勝てないということを教えてやろう。機械の援軍を発動、シャ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 、あ、強い、落ち方強え、落ち方強え、ライトのアサシンライデンを手札に加えるぜ。そして紋章銃レオの効果を発動、墓地に送られた場合にデッキから紋章銃モンスター1体を手札に加えることができる。そしてソーラーエクスチェンジを発動、ソーラーエクスチェンジの効果によってアサシンライデンを墓地に送って俺はカードを2枚ドローできる。
そしてライトロード、サモナー・ルミナスを召喚。さあどうする、ルミナスの効果を発動。ルミナスの効果によってソーラーエクスチェンジを墓地の国、墓地のライトロード、アサシン・ライデンを特殊召喚。そしてライトロード、アサシン・ライデンの効果も発動。さらに俺はレベル3ライトロード、こいつ名前なんだっけ、ライトロードサマールミナスにレベル4ライトロードアサシン・ライデンをチューニング。冷たい炎が世界の全てを包み込む。漆黒の花よ開け、真紅の召喚。現れよブラックローズドラゴン。ブラックローズドラゴンの効果発動、ブラックローズガイル。シャーシャオラー。そして高等紋章術を発動、俺は墓地に存在する紋章獣モンスターを2体特殊召喚。そしてこのモンスター2体を素材としエクシーズ召喚を行う。現れろガガガ侍をエクシーズ召喚。そしてガガガ侍のモンスター効果発動、最後一つの動き、このターンこのモンスターが2回攻撃できる。さらにアンフィスバイナーの効果を発動、手札から紋章獣を墓地の国、このモンスターを特殊召喚。バトルいけこれがスーパー紋章獣ワンキル。対戦ありがとうございました。さあここを取った、魔法カードがどのぐらい来ているかが問題ではある。魔法カードは来て、まあそこそこ強い、そこそこ強いが、さあどうだ、そこそこ強いが、はい、セットセット、アンデッドワールド、アンデッドワールドか、まあそんなに関係ないか、アンデッドワールドは、アンデッドワールドはそこまで関係ないんじゃないか。アンデッド族になったことで、まあ、エヴァリー出せないが別にブラックローズは出せるし、ミカエでも出せるもんな、そんなに関係ない。で、まあ、とりあえず挨拶援軍、援軍で挨拶していきましょう。あ、強いが、はいはい。で、落ちてんのが、なるほどね、ってことは、まあ、ルミナス召喚してルミナス効果、アンフィスバエナ墓直っていうんだっけ、ライトロタス次第落ちてんだよね。だからバエナ送ってライデンでいい。はいはい、デモンズしてきた。まあ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 、そんぐらい許してやろう、そんぐらいは許して差し上げましょう。あんわか、でも何もできないからエンドだね。はい、ライトロードそんなにメタれてはないから別に多分大丈夫だと思う。言うてこれ通常召喚ライデンもあるし、またもう一回ルミナスもいけるし、なんだかんだなんとかなるとは思いたいが、さあどうだろう。デモンズチェーンとかね、因果切断はもうこのデッキ踏んでいくしかないんで、基本的に除去がないんで、その展開前のなんで基本的に踏んでいきます、すべてのモンスター。語りして、あ、そういうことか、なるほど、語りで宮塚さ、はい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 。でもそれ出してきてもそんなに強くないよね、まあ武士ぐらいじゃない強いの、武士は別にいいや。影物を出てきてリリースして中断できても別にいいもんな、別そんなに関係ない。さあどうする、はいはい、影物ね、 OK でリリースして中断ね、はい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 、 OK です、それは問題ないで2中断か。もう一枚なんだろうな、土球部隊とかだったらちょっときついか、土球だとエクスチェンジか、エクスチェンジ打ってエクスチェンジ打って通常召喚して止められたら嫌なんだよな。ルミナス発動、ルミナス召喚してみるのありだな、一回でもこうエクシに打つか、エクシに打ってから考えよう。もう一枚デモンズチェーンとかだとちょっとめんどくさいんだけど、まあ、とりあえずルミナス召喚して土球部隊やってくれと祈りながら行こう。でルミナス効果レを切ってライデンはどうですか、ライデン通ります、
で、レオ効果でアンフィスバイナ持ってくるよ。で、もちろんライデンの効果も発動するよ。はい。で、一発かましていくよ。これ、ド級であってほしいな。ド級であってくれ。頼む。いけ。ブラックローズドラゴン、ぶち壊していけ。かませ。よし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 。オッケー。オッケー。勝ったの。いくぜ。はい、メダリオンアーツを召喚。ああ、じゃなくて、発動。はい、メダリオンアーツの効果。紋章銃レオ。そして、紋章銃レオを、墓地から特殊召喚。そして、俺はこの2体のモンスターを使い、エクシーズ召喚を行う。現れろ、ガガガ侍。そして、ガガガ侍のモンスター効果発動。召喚銃、召喚銃じゃねえや。紋章銃レオを取り除くことによって、このモンスターはこのターン2回攻撃できる。さらに、アンフィスバイナの効果。レオを墓地に送って、このモンスターを特殊召喚。バトルフェイズだ。くらえ。何が死なぬいじゃバカ誰か。おとといきやがれ。しゃ。わからしていく、しっかりと。あ、強い。ハンド。ハンド鬼強。ハンド鬼強なんだけど、俺。勝ちなんじゃねこれ。ワンチャン勝ったんじゃねこれ。これいきなり勝つか。いきなり最強ムーブ決まるぞ、これ。ワンチャンス。さあ、どうする。さあ、セットカード。あ、いや、でも2伏せちょっと多いですね。2伏せ若干の多さあるけど、まあでも、あ、強いな。ハンド強いな。ね、はい。援軍発動。援軍発動して、あ、でも、落ち方弱いな。ね、まあ、ライデンですね。さあ、ライデン発動。ライデン発動して、で、ソーラーエクスチェンジ効果、ライデン切って、ツードロー、ツーステ。いいね、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね、いいよ。いいね、いいね。いいんじゃない。なんか、なんかすごい回ってるよ。もう一発いこうか。もう一発いこう。ソーラーエクスチェンジ発動。ねえ、はい。セイ。オーケー。オーケー。これね、高等紋章術、紋章術、来る可能性あるな、結構。高等紋章術、ちょっと一回、スキル発動して悪紋章しよう。高等紋章術来い。あー、エクスチェンジか。まあ、悪くはないね。で、ルミナス、で、でだ、ルミナス召喚は、さあ通れ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 、破壊禁止融合。なに、あキモすぎんだろ。何がおもろいんだよこのデッキ。ふざけんだよ、ふざけんなよ、ふざけんなよ、ふざけん、ふざけんなよ、ふざけんなよ、おめでとうじゃねえわ。おめでとうじゃねえわ。おめでとうじゃねえわ。このカードめっちゃ強いですよ。これでさ、これ魔法カード1枚からこうなるからさ、まあ横になるんですけどね。ざけんなよこれ。誰が勝てんだよこのデッキ。ふざけんなよ。そのさ、なんか初手でさ息吐くようにさ、しかもなんで竜の先兵って。ざけん、どうなってんだよ。うるせえわ、レオとか。いや、竜の先兵っておかしいだろう。